ずーっとひかるさんとコラボしてくださいみたいなコメントにできるわけねえだろっていうずーっと言ってたけどもうその頃には撮ってたな多分なうんお前らに情報先に出すわけないしなうんまあそんな感じでやってるけどえまあいろいろねどういう見てないやつや何かっていうと下国上オーディションって言ってえ光主催下国上下剋主催,光主催見りゃわかるじゃんページを。 主催でなでクズいっぱい集めてでオーディションやってで本選に進んだやつが1,000万かけて勝負するっていう企画なんだけどそこの面接官役でな俺が出ちゃってやっぱあれだなあのー、見つかっちゃったな俺の才能がな <laughs> うんだってありえないもんな18万ぐらいであの400万500万近くいる YouTuber の あのー、数千万か予算かけたさあのところに呼ばれるってお前あれだよなん見つかっちゃったないが何も言いようがないよなこっちとしては <laughs> 宇治原さんのスキルをっていうどうにか貸してくださいっていうような言葉はもらってないけどそういうことだよな言ってみたらなうんやっぱりあのー、なんだろうそのやっぱ俺はもともと芸人でこう あの、ね、YouTuber でトップ取るっつってもどうしてもこう別に何つうのそのー YouTube 今 YouTube でトップの人とかはその素直に勉強しなきゃいけないところあるけどやっぱなりたい存在ではないわけだよぶっちゃけ。だだからそのなんだろうその 正直あんまりこうヒカルさんとかソーマトラジスタさんとかにももうすごくこう意識がいってたりとかチェックしてたとかなんかなんつうのうわすごいなとかそういうの今までこうちゃんと見てなかったりしたの何にせよあんなことされたら好きになっちゃうよないや見つけちゃ見,見つけてくれたんだしないやもうどう考えても売れるよな <laughs> ぶっちぎり藤原いらないだろうっていうコメントを見ない見ない脳にできてるから俺の感想としてはね、うん、これはもう適任だったっていう意見しか入ってこないからやっぱすごいよな何がすごいってあの後半全然喋ってないことだよな俺がな <laughs> うんびっくりするぐらいしゃべってなくて、うん、ちょっとそれだけ本当にに何だろうやっぱヒカルさん目立たせないといけないからなだから俺もなんだろうあのー その出なかったんだろうなあえて記憶だとたくさん喋った気がするけど出なかったんだと思う,うんそういうことなんだと思うけど。